さあ続き再開しましょう。カンチのハイテク鬼ごっこ何ハイテク鬼ごっこってかっこいい。え、あのメガウォッチ使って GPS 付きの鬼ごっこ、いや簡単じゃん。あどうしたの、思い出したー顔来い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 、何暑苦しい、すごくねえ、うるさいな、急にどうし、大きな声出さないでよ、ウィスパー、どうしたの。それは、時が来るまでずっと黙っておくつもりでしたが、とうとう来てしまったようですね。妖怪会社について話すこの時が来たぞウィスパー、さっき思い出したって言ってなかった？まあ、今回もガシャガシャ回せんだよね。聞くとにかく、お友達の妖怪を増やすせっかくの大チャンスなんだ、なんですってば。近い近い近い、臭い臭い。さあ、大森屋のご神木を目指しましょう。詳しい話はそれからです。さてと、いつも通り大森山のご神木行きましょう。ジバニャン、俺っちここに住むことにしたニャン。なんでだよ。え、それはだニャン、俺っち追い出されちゃったな。どうしたの、俺っち横断歩道のすぐ近くにずっと住んでたニャン。でもある日、家に帰ったら、あら、知らにゃやつに場所取られてたにゃん。やばい、多くね何にゃんあれ、ねえ、黒にゃん、ねえ、なんか卵っぽい色にゃん、何にゃん、わかんねえ。最近自爆霊が増えて住宅事情がやばいことになってるにゃん。だから他に住むとこもなくて、そんなこんなでここに住むことにしたにゃん。そっか、かわいそうだね。え、迷惑かけないでいてくれるならうちに住んでてもいいよ。ほんとかにゃん、うん、ジバニャン友達だし。わかったニャン、いい子にするニャン。ほんとかな俺、アニメのさ、なんか3話か4話くらいだよね、これ。ジバニャンが家に来たやつ。ねえ。てか、ほんとアニメ貴重なんだよね。なんかゲームのストーリーどこ行ったの？ねえ。あの、セミワルはどこ行ったの？セミタミンはどこ行ったの？みんな。ねえ。え？何これ？お供妖怪、ウィスパー。ね、下画面ちょっとキモいんだけど、何これ？常に音もしてます。え、他の妖怪ってウィスパー、他の妖怪何選べるの。え、ちょっと待って、これ連れてける妖怪選べるの。え、あ、増えた。あるんですけど、この有能室である私を差し置いて他の妖怪を お選びになるとは。大太くん、それはいい選択と思いませんね。え、ジバニャ、え、お前誰？にゃー、キュービーに会いたいにゃーん。何が起こってるんだ、これ。ジバニャンは、アイドルオタクですね。ちょ、気持ち悪いですね。いや、話しとれたけどさ、セミタミンどこ行ったんだろう、ほんと。ここかな？ねえ、なんか初めて出会った妖怪が、初めての友達がなんかジバニャンみたいにさ、なんか履き替えられてない？これ。ちょっと待って、これ、もしかしたらさ、ラスボス、ねえ、あの、怒りに燃えたセミタミンかもしれねえ。どうしよう、みんな。セミタミンが、友達は、俺だろうって、怒ってくるかもしんねえ。怖え、怖え、怖え。どうしよう。あ、大太郎くん、ちょっと待ってください。え、お前、音もしてないんだけど、なんでいるの？夏の間は、こまめに栄養を取らないと、妖怪でもバテてしまいますからね。ぜひ、これを持って行ってください。羊である、私からのサービスです。あ、梅おにぎり、ありがとうございます。アイテムは妖怪パッドの持ち物で確認できる。食べ物や道具はアイテムを選んで使うことができるぞ。妖怪のヒットポイントが減ってるときは食べ物を与えて回復だ。バトル中に妖怪の食べ物は好きな食べ物を与えると友達になりやすい。ね、足りないときは お店でも調達できますよ。オッケー。さて、お店には数多く、街には数多くのお店がある。ね、アッカンベーカリーではパンが買える。ヨロズマートではなんかいらないものを売れるものが売ってることもできる。ね。さあ、ご神木行く前に、みんな、あそこ行こうよ、あれ。どこがわかる？どこでしょう？あれ、そう、郵便局。ねえ、妖怪ガシャを回すにはメダルがいるんだよね。なんかそのメダルをさ、前作では郵便局で、だいぶ、なんか融通してくれたっていうのあったじゃん。だから多分、今作でも郵便局が熱いっていう。どう？入った！よし！姉さん！俺にくれ！こんばんは。受付まだしてないの？そうなの？じゃあここ？こんにちは。まだ受け付けてもらえないの？あ、そうなの？じゃあこっちかな？こんにちは。ここの、
サービスはまだ受け続けてもらえない。なにこれ。よく聞いておくんじゃよ。一番窓口。え、やってないって言ってたよ。合言葉なら二番窓口。え、やってないって言ってたよ。三番目やってないって言ってたよ。え、やってないんだけど。どういうこと、おじいちゃん。渚木に住んでる息子たちに荷物送りに来たんじゃが、宛先の郵便番号忘れてしまった、お前。こんにちは。見てみろよ、二番窓口のお姉さん、プリチーだと思わないか。あの子に会いたくて、俺、毎日郵便物持ってきてんだ。なんか手紙で渡せや。あ、でも2番の女の子。あ、かわいい。あ、でも、どうしよう、俺3番の方が好きかな。3番の子がタイプかな。あ、でもやっぱ2番かわいいな。あ、どうしよう。どうする、みんな。そんな選べる立場か、お前は。ごめんなさい。反省してます。さてと、今からね、ご神木でしたっけ。ね、あそこまで行きましょうか。神社。初めて、そう、友達ができたとこ。初めての友達。う、頭が。だ、一体何他人なんだ。ね。もう、ジバニャン。ねえ、まあまあ、そんな風に見てね、世の中は弱肉強食だからね、みんな。人気あるキャラクターだけが生き残っていくんだよ。ね。なんとかモンスター、ね。ウケットモンスターとかでも、なんか知らねえけど、ゼニガメとか、ネグマネとか、ウドウガゲとか、ね、ウギルダネとか、あいつらが忘れ去られて、なぜか、ピカピーあいつが一番なってんじゃん。ね。この世界は残酷だよ。覚えておこう、みんな。さあ、大森山。久しぶりですね。いいね。さて、1からやっぱ2に上がってさ、なんかシステム面が少し面白くなったよね。ね、ウケットモンスターも2作目のね、ウカキューカラーとかもさ、後ろからさ、ウケモンがさ、ついてきたじゃん。あれ？なんか思い出すよね。なんか、で好きな、グモン、いや、妖怪を連れて歩けるって、最高じゃん。あれ？どうしました？前進めないよ。またまた、こんなボケありませんって、行きますよ。ビスパーいないんだけど。ビスパーどっから喋ってんの？ほら、やっぱり進めないよ。おかしいですね。妖怪の仕業かもしれません。妖怪うちで調べてみましょう。誰がいる？これ、ビスパー連れていかないと全然わかんねえじゃん。誰だ、お前。ティロリーン。さあ、新しい妖怪かな。何これ、妖怪を見つけた。何、ハリセンボンみたいなやつ。気持ち悪い。こんにちは。あれ、調べらんねん。ふんふん、あっ、当選ボン。ここから先は通行止めボン。何それ、ウィスパー、こいつ何。いや、ちょっと待ってくださいね。あ、これは厄介な相手ですよ。やつの名は当選ボン。道行く人を当選ボンすることに情熱を注ぐ変な妖怪です。妖怪不祥事事件で言うところの、あの子に今日こそ告白するって決めたのに、なぜか一歩が踏み出せないですね。困った妖怪だね。ねえ、勇気が出ない妖怪。悲しい。で、こいつをどかせば、あの子のね、なんか恋が実るかもしれん。戦うぞ。はたまた戦って説得するからですね。戦うの？俺話してもいいんだけど。ねえ、主人公、めっちゃコミュ力あるね。いやー、こんにちは。ねえ、ジバニャンとか片付けらいもいるし大丈夫ですって、ほらほら。ふん、どうしても先進みてったら俺を倒してから行くんバボン。さて、バトル始まりました。行きましょうか。さて、このゲーム始まって2回目のバトルです。ね、戦い方4つ使い分けます。これも一緒だね。攻撃用術、サボる。ガード取り付く。ね、たまにサボります。ミス。さて、この片付けらいの、合わせろって何これ、合わせろ。はい。新しいのある。新しい、合わせろって結構めんどくせえこれ。いったれ、どすこい。お片付けの陣。ああ、お掃除しましょうしましょう。何これ。お祓いした。あ、そんだけ。ジバニアにあとはひたたたしてもらいましょうか。土俵際、あ、死にそうじゃんあいつ、おつぽよ。あれ、必殺技はあるある。さて、大勝利ありぽよ。さて、経験値10。なんか仲間なんねえかな、あいつ。あ、起き上がってこねえか、当然ボン。ち、なかなかやるじゃねえか。ほら、とってイボン。やりましたね、大堕落くん。妖怪たちのバトルには、いろんなコツがあるんです。慣れていきましょう。
え、ワンの話はどこ行ったんだろう。世界を救った俺たちはいないもん。忘れ去られてしまったね。パラレルワールドに来てしまったのかもしれん。すげえ違和感しかねえぞこれ。大丈夫かよ。あ、お賽銭しようみんな。チリンチリーン。100円持ってる俺。100円ない。つらい。25円しか持ってねえ俺。いらない。とかいらんか。俺メダルも回せない気がするんだけど、大丈夫かな。さあ久しぶりにね、あのご神木行ってレアガチャしましょう。チース。さあご神木の前に到着で、ウィス。ねえウィスパー教えて、何するの。ウィス、実はお友達妖怪を簡単に増やす方法があるのです。それがこのガシャガシャマシン、妖怪ガシャです。古い言い伝えによると、このガシャはある有名なお坊さんが作ったものだそうで、この中には数多くの妖怪をはじめとして様々なものが封印されているそうです。つまりこの妖怪から、あ、このガシャから妖怪を出してお友達になっちゃえば、あら簡単、お友達妖怪ゲットですよ。簡単いくかな。変な妖怪出ない？心配ご無用、この選べるコインがありますから。何この選べるコインって、何これ、初めて見る。え、このコインで妖怪ガシャを回せば出てくる妖怪を選べる。なんだこれ、ガシャガシャじゃないじゃん。え、1枚しかない激レア。ねえ、普段は お目当てのものがあっても出るかどうかは時の運。しかしそのコインは気にせずにゲットできるありがたいものなんです。よく考えてからにしてくださいね。わかった。何これ。さあ妖怪ガシャのヘルプが追加された。さあ妖怪ガシャマシン回してみよう。さあ選べるコイン使うか。さあ選べるコインね、なんか選べるぞ。何する。え、グレルリン、人面犬、おばあちゃん。どうしよう、どうしよう。俺正直あのアニメ見て人面犬好きになったから人面犬にしようかな。でもちょっとこいつうざいな、顔がうざいな。いいか、人面犬にしとこうか。でもジバニャンいるからグレルリン連れときゃワルニャンにできるんだよな。ワルニャン、俺ワルニャンにしてえな、どっちかって言ったら。でもいいか、あのみんな大好きな人面犬にしとく。なんかないの他に、他になんかいい感じのやつなさそうだね。でも一番強いのは多分おばあちゃんだと思う。ねえ、いいか、じゃあ人面犬にします。選べる会社で人面犬選ぶとか、もうどんな罰ゲームだよこれ。出たー、中から人面犬が飛び出してきた。狭いとこを閉じ込めやがって。あ、お前選んでくれてありがとうな。さ、人面犬の友達になった。人面犬。ねえ、いいやこいつは人面犬で、おっさんだけどな。さ、人面犬の情報を妖怪大辞典に登録した。やった。みんな何選んだ最初。やっぱ、だいたいおばあちゃんかな。つらい。俺もおばあちゃん選べばよかった。今すげえ後悔してる。ふっふっふ。妖怪ガシャのこと気に入っていただけましたか。うん。またやりたいな。コイン見つけたらやりに行きましょう。いやー、ガシャっていいものですね。ねえ、いろんな種族がいることに気がつきましたか。ねえ、さて、妖怪の種族。皆さんこれね、俺前作全然覚えれなかったんだよね。不気味、ニョロロン、勇ましい、不思議、うすら影、ポカポカ、プリチー、豪傑。ね、なるほど。妖怪は種族によって得意なことも変わるんです、ね、組み合わせ次第でもバトルの戦い方は変化します、ね、妖怪メダルが集まったら、ね、メダルの配置を考えてみよう。同じ、ね、種族を並べるとなんか能力上がる、いい感じ。妖怪メダルで手持ちのメダル並び替えできますよ。同じ種族を隣同士でくっつけるとすごい効果がある。で、勇ましの陣、攻撃力アップとかね、こんな感じ。陣形を意識して妖怪並び替えればバトルで優位に戦える。いろんな妖怪とお友達になれるといいですね。オッケー。さあ帰ろうか。え、もっと回したい、もっと回したい、頼む。え、コインない、コインない、誰かください。いや、ちょ、ゲームコインで回そうぜ。頼む頼む頼む。これまた回せんの、何枚使う。ゲームコインが足りない、10枚。ちょっと、振ってきます。よし。よしよしよし。ようやく、10枚溜まった。
もう大変だなこれ。さてと、さあコイン回しましょうか。何が出るかな。頼む頼む、スーパーウルトラ究極のレア出てくれ。何出る？レア、レア妖怪？ S ランク？コイン頼むって、青色すべて妖怪。あー中継検知玉でした。あーっす、くっそちょっとね、これ悲しいよね。あのゲームコインって1日10枚しかためられないのでね、なんだろう、ちゃんと妖怪メダルが手に入るまではなんとかね、毎日 DS フリフリしておきたいと思います。困ったな。どうした？ダイダル君、話を聞いてみませんか？いや、青もしくは黄色で表示されている人からクエストを受けられる。クエストには、頼み事、お手伝いの2種類がある。頼み事は一度クエストを達成すると解決となってクエストは終わり、お手伝いは何度でもできるぞ。ね、いっぱいアイテムと経験値もらえます。クエストを忘れたときはクエストから確認してください。オッケー、さ、なんかナビがありますって。オッケーオッケー。すべてのクエスト制覇目指して頑張りましょう。ウィス、すべてのクエストはちょっとえげつないと思う。俺前作でも全然やってなかったんだよな。え、キークエストって何、モンハンかよ。あー困った困った、どうしようかな。見るからにお困りですよ。勇気を出して声かけてみるとです。すいません、どうしたんですか？あー見てたのかい、セミを探してたんだよ。おじさんの子供かね、大のセミ好きなんだ。だから明日の誕生日に生きのいいセミをプレゼントしたくてね。いや誕生日プレゼントにさ、セミもらっても、ありがとうっていう、子供になんか気を使わせちゃうよ。いきなり大人の階段登っちゃうよそれ。いいのかな、ここで狙ってるんだけど、どうも逃げ足が速くてね。誕生日プレゼントにセミですか、なかなか渋い選択ですね。しかし人の好みはそれぞれ、困ってる人を見過ごすことはできません。その自慢の虫取りテクでちゃちゃっと捕まえてあげましょう。え、セミ、まさかラスボス。さあキークエストですね、セミのプロフェッショナルで。え、君があのすばしこいセミ捕まえられるのかい、任せて。うひゃー、すごいすごいテンション高いなお前。さあアブラゼミがいいな、メジャーで大物だからね。レアじゃない方がいいよ、俺持ってんだけど。さあゲットしてしまいましょう。さあセミのプロフェッショナル発生です。持ってるんだけど、あげるよ。おお、君それアブラゼミじゃん。やーず、捕まえてくれたのかい、あげるよ。よかった、持ってて。アブラゼミを渡した。うっひゃー、助かる、これで子供たちも大喜びだ。よかったっす、ほんとすごいね、すましっこいセミ捕まるなんて。まさにセミのプロ、セミ取りのプロフェッショナル、セミプロだね。あー、やっぱりラスボス出てきそう。セミを手に入ったことだし、今度はプレゼントへのカゴを買わなくちゃ。いやー、ありがとうありがとう、明日はセミパーティーだ。セミ一つでこんな喜ぶ人なんて私初めて見ましたよ。とはいえ、人助けは気持ちがいいですね。ここまで喜ばれると実にスッキリー。あ、プロフェッショナルで思い出したんですけど、世の中にはいろんなプロがいるものです。そしてプロの道を極めるとですね、なんとトロフィーがもらえるのです。ん、プレイステーション、妖怪バトルにそういうアプリあるんですよ。まあまだ大事な国には関係ないかもしれないですけど、いつかバトルや虫取りでプロになれる日が来るかもしれませんね。何トロフィーって。さあトロフィーアプリ手に入れた。ということでいろんな人助けてあげましょう。実績みたいなもんだよね多分ね。なんかモンハンっていう、ね、一番大きいモンスター全部捕まえたとか、そんな感じかな多分。さあ解決やったぜ。さあ経験値ゲット、ありがとう。みんなで経験値103、レベルアップ。え、どっち取るとかあんの。愛情天むすと圧巻ベーグル。え、圧巻ベーグルしよう、これやったぜ。え、アイテム選択式。さあボーナスチャンス、いつものムービー。誰、あ、よう来たぞ、当たりー。なんかワンにいたいでこいつ、最後の方でもう名前忘れちゃった。さあ身代わり人形獲得、オッケー。よし、さあトロフィーゲット。何、何トロフィーゲットって、ちょ見てみようか。さあ新たなトロフィー獲得しました。あ、金のトロフィー、銀のトロフィー、銅のトロフィーっていっぱいあるんだね、種類が。さあ初めの一歩、トロフィーアプリをインストールした。めっちゃぬるいな、遊んだ時間30時間、結構苦しいな30時間って。
まあ、ぼちぼちと楽しくね、このゲーム、これからもやっていきましょう。よし。それじゃあね、何言っていい？クエストやってみよう。キークエストを探してね、うろちょろしてみましょう。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマホ、タブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録をお願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック。説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。